お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、現環境暴れ回っているエリババのね、まあ、メタデッキであったりメタカードを紹介していきたいなと思います。だけでやっていきます。で、一つ目がこのね、まあ、スケエレスピボンバーデリバリーでなんか加砲されたね、ハンターもいる古くねっていうようなね、まあ、デッキなんですけども、まあ、ちょっと陸がね、やっぱ多めになってるロイホグデッキでございます。そして、陸がね、これまた多くなってるホグデッキ。そしてね、またなんか同じような、さっきとデッキ変わらんくねっていうようなね、あの、迫撃デッキに、まあ、迫撃デッキに、まあ、ロイジェデッキね、軽く見せたんですが、これね、すべての、まあ、共通点が一つあって、それはすべてにスケルトンが入ってます。スケルトンが入ってることによって、まあ、エリババを受けれる。あと、バルキリーですね。なんか、バルキリーは、エリババを直接溶かすことができるんですよ。4コストで、まあ、エリババね、セパレートされても、こう、単体でね、端前から来ても、まあ、なんかユニットの後ろ、ジャイの後ろとかに来ても、エリババに直接ね、戦うことができるバルキリーっていうのがめちゃくちゃ強いです。なので、まあ、一番、まあ、安牌な対策は、こう、自分のね、使ってるダクプリとかミニペとか、何かをバルキリーにするだけで、エリババにはね、すごい勝率上がるというか、戦えるようになるとね、思います。まあ、スケがね、いると、まあ、もっと戦いやすいと思うんですけど、なんかまあ、スケバルキリー編成が、今ね、結構います。まあ、ナイトが加砲されたっていうのもあると思うんですけども、まあ、三重神もいますし、たまたまね、相性良くもなると思うので、とりあえず今の陸の最強は、まあ、エリババ最強だけど、そのエリババに勝つのは、勝つのというか、まあ、戦えるのはバルキリーなんじゃないかなと思います。バルキリースケ編成ですね。まあ、あとはこのデッキにも入ってましたし、さっきの他のね、まあ、デッキにも入ってたのは、デリバリーですね。はい。デリバリーは、エリババって基本的にこう、ヒールスピリットと一緒にこう、よく来るじゃないですか。とか、まあ、ユニットとね、こう、ごっちゃごちゃしながら来るので、まあ、そこをね、やっぱヒースピを巻き込みつつ、エリババもね、受けれることができるデリバリーがね、結構使われてます。そう、だからまあ、スペルの場合は、まあ、雪玉とかを、まあ、デリにするだけでも変わるんじゃないかなと思います。なんか、今回、相手のデッキが J 三重士でめちゃくちゃね、珍しい形っていう。そう、ちょっとびっくりしてますが、これ受けがないんじゃない？ザップだけ？めっちゃありますよ、これ。うん。まあ、そんな感じでね。まあ、陸はバルキリー、呪文はデリバリー。まあ、メタは多分ね、そんな感じだと思うので、結構それをするだけで、エリババね、多分余裕だと思いますね。なんか僕、今季エリバババカ使ってる人なんですけど、勝てないですね。てか通んないですね。なんか陸が多いと、勝てそうでもやっぱ突破できないってことがあるので、そうそう。なんか、普通ね、こう陸が強いなら、空でメタればいいってなるんですよ。こうエリババに上からね、スケドラとかメガゴとかホボとか、まあ、インドラとかで戦えばいいじゃんってなるんですけど、まあ、それは普通だと思うんですけど、今回のエリババの場合火力が高すぎて空から殴ってる間に攻撃されちゃうんですよ。そうで、その間にもう1000とか本当に2000とか入っちゃって、いやーなんか受けすぎやろっていうね、ことも全然あるので、空から攻撃したいですが、意外とね、空ではなくシンプルにね、陸で対策したら強いっていう、まあそんな感じですね。ザップ来そうだけど全然来ないな。さあ、まあ、ここは守れそう。これ今ファイアボとか打つんじゃなくてデリ落とせばいい気がします。よし、大体これ僕は多分コストないと思ってるんですよ、今のデリで。全然ねコストあるので、ここでね、さあ、相手はザップまで使った攻め吐くからのガゴモリいない？さあ、コウモリ行って、ウラディガー行って、さあ、グッドゲームじゃないのか？これは。迫撃が入ります。熱い。熱い。ファイボ圏内まであるんですね。さあ、神相性なのも、まあ、ありますが、デリバリーね、デリバリーバルキリー。たまたまね、三重士にも美味しいっていう。三子とエリババが今ね、まあ、そこそこいますので、まあ、そういった意味でも、すごいいいんじゃないかなと思います。あとは、まあ、ロケット方式プラスの、まあ、ユニットですね。まあ、これもまた
バルキリーが入ってるんですけど、ロケホって火力があるんですよ。だから、まあ、アイゴレプラスロケホのデッキとかもすごい強いと思ってて、アイゴレもエリババね、こう単体で来ても、こう両サイから来ても、一旦真ん中に集めることができるんですよ。で、時間稼ぐこともできるので、アイゴレプラスの、まあ、横からユニットでね、何かで殴るとか、まあ、そういったこともね、そう、全然ね、強いと思います。まあ、ロケホプラス何か、か、またバルキリー、デリー。まあ、その辺がね、エリババのメタカードになってくるんじゃないかなとは思います。これ、U のキング起動して、左バルキリーで受けます。よいしょ。さあ、今回の相手は人気デッキと呼ばれる、陸が多いデッキだと思いますね。まあ、もしかしたらエリババとかいるかなと思ったんですけど、まあ、いなさそうですね。で、これもまたバルキリーがいることによって、いや、バルキリーマジ陸最強なんですよ。そう、エリババとね、並んで最強クラスだと思ってるので、よいしょ。すべて受けれますね。いやー、で、こっからですね、単純にクエクで削るのか、攻め箔を通そうとするのかがすごい悩みですね、僕は。攻め箔は、でもさっきみたいにマジアチャで射抜かれるので、バルキリー添えます。タゲ取ってからの、とかなのかな。さあ、まあ、キング起動はしてるが、耐えつつ、さあ、ウッドで。マジアチャね、ウッドとこの迫撃一発で死ぬので、意外と脆いです。よいしょ。ん？疑惑？さあ、これ、むずいですね。攻め迫通るかな？通りそうな気もするんですけど、通らなさそうな気もしてるんですよね。いや、だから、防衛迫撃でガチクエイク削りもありっちゃありですよね。今、マジアチャいないから。うん、インドラ。インドが嫌だな。さあ、かわしていく。迫撃で耐えよう。痛いよ。さあ、迫撃が残る。いや、これは激アツ。まあ、これは無理に延命しなくてもいいか。で、ロケホ、僕はもう左側一本でね、戦いたいっすね。さあ、迫撃も置いて、俺の槍が僕が。これ、トレネで剥がしてもよかったかな、ちょっと悩みましたね。さあ、相手はザップないので、こういう低めでね、受けていけば、まあ、基本的には事故らない。さあ、で、一生攻め剥して、マジアチャでちょっと射抜きにくいようにね、しつつ。さあ、これはもうクエイク削り。からの？さあ、ロケット押し最強だな。もしこれの相手の陸がね、エリーパパとかでも、結局ロケ砲がね、ずっと残って、その間にね、ユニットで竹取ってができるので、ロケ砲プラス小物もね、なかなかに強い。さあ、これはインドラがね、無双しちゃいますが、僕の槍ゴブとかもね、一生いきます。で、1200とかまで削っちゃえば、僕はこれもうね、無理して攻める必要はないと思うんですよ。そう、その後クエイクでね、削ります。クエイクで削って、ちょっとやばい。危ねえ。あ、これマジアチ逆サイなら救いっすね。で、ロケ砲だとファイブ打たれちゃうから、槍ゴブで受けて、もう一回ね、防白とか置いて、クエイクでね、もっとクエイク打ってもいいかもっすね。多分余裕で守れますね。陸がめちゃくちゃ硬いので、で、相手一回端前マジアチャこれ絶対いきます。なんで延命する。延命する用と、オッケーオッケー。クエイク当たんねえのか、あれ。いや、もう当てちゃえばいい。当たらないなら当てちゃえばいい。いや、意味なかったか。さあ、あとはまたクエイクでね、削ることができるというようなね、もうイモイモデッキですが、たまたまね、陸に強かったです。さあ、グッドゲームでございます。まあ、バルキリーめちゃくちゃいいですね。今のもすごい万能ですし、結構環境トップクラスで活躍できると思ってます。さあ、そしてまあ最後ぐらいね、
まあボンバーこの辺使ってもいいんですけど、なんとなくこのロイ強そうだなと思いました。今回このロイだけ他のとちょっと違って、まあアイスイズで遅延かけつつ、まあスケルトンやベビドラで守ったり、まあゴボリもあるといったようなデッキですね。他は基本的にバルキリーとかデリバリーとかだったんですけど、ちょっと違うねロイジャイデッキです。で基本的になんかエリババに強いのは本当に何回も言ってるんですけど、陸が強いデッキで、まあ、2.6 ホグだったり、こうボムターバルーン、昔のねアイゴレス系タルユキとか、そういったねデッキも今すごい強いので、結構昔のデッキがね、まあ、陸受け多くて普通に強いイメージがあります。よいしょ、これうわなんかラバルとかかなとか思って、ババに5打てば終わるよなと思ってこんな攻めしたんですけど、めちゃくちゃ怖いカウンターがめちゃめちゃ怖いカウンターが来てる。ゴネリキちょっと強しちゃいます。アイウィズが高めに行っちゃうのが怖かったですね。これ折りと樽折り、樽折り間に合うかな。樽折りで折りで受けて後ろから樽で殴ってマッチョもね生きるんで、これねタルババプラスの、まあ、スケとかでもできますけど、タルババプラスの、まあ、何でも今みたいな受けしてればスパーキーはね基本的には何でも守れます。サイコファイボンもね打てばコスタればって感じかな、まあ、これエリババリ、まあ、間違いなく強そうですよね。そう、施設プラススケとかも強いですよね。テスラプラススケ、まあ、ボムタワープラススケ、ゴボリプラススケ、まあとりあえずスケルトン使っとけっていう話なんですよね。ザップかさ、まあ、ケツスパーキーだと思うので、ここはまあ攻めずにユニット出してでいいと思います、ね、さあ、なんならあれ、エレキ、ジャイフタかな、ジャイフタかエレキか、まあ、わかんないけど、ファイボ地点な暇すぎて。いや、めっちゃいいファイボ。これで、タルテ最悪ね、処理できます。いや、このロイいいなぁ、なんか、最近ちょっとなかったことっていうか、アイスイズ型のロイジャイですね。しかもこう、ゴブ折り置いてから待てるので、まあ、エリアボ来てもスケで集めてとか、最強マタルですね。さあ、スパーキー咲いたから攻めて、まあ、ミニペーとかだと思いますね。いや、これは一発ぐらい入れてくれたら、別にね、このベビーとかで全部美味しく回収できるから、で、タルババぐらいで嫌がらせして、ワンチャンスパーキー？うん。いや、エレキあれ打ってもいいかな、打ってもいい気もしたけど、まあ、ここで打てばいいので、よし。ここ、あえてエリババ使ってないんですよ。なんか、エリババ使ってない人もなんか普通にいますね。もっと使えばいいのにと思いながら。いや、防衛買った。バカ強いですね。あれ、タルババ転がしとけば、2発目打ってこないでしょ。あれ。全然打ってきたな。あれ、トレンド5で終わると思います、まあ、終わんなかったらやばいんですけど。オーケー、さあグッドゲームというわけで、まあエリババメタはね単純な陸なので、シンプルにね陸カードぶっ飛ぶぶっ込めばいいと思います。よくまあこの辺のねデッキを使うのも全然いいと思いますし、まあ自分のデッキアレンジするのもでもいいと思いますので、まあエリババね、はい、困ってる方はまあスケ、デリー、バルキリーあたり採用してみてはいかがでしょうかというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。まだ。